連続テレビ小説まれに出演したケミオ。SNS で話題になりテレビに引っ張りだこ。女子高生のカリスマ的存在に。しかし突然姿を消した。衝撃のあの人にやってみた。海を渡り向かったのはアメリカのサンゼルス。現在21歳の君よ、自由の国で何をしているのか。真実の扉オープン。こんにちは。アメリカに渡ったのかというと、世界中の人と一緒にこう楽しいものとか分かち合えるエンターテイナーになりたいっていうのが最終的な夢ではあったので。今は英語を学びながら動画制作も日々研究中。